お疲れ様です。あったです。今回はですね、こちらのはいはいということで、ディガっぽいをですね、使っていきたいなと思います。ということでやっていくんですけども、これあれですね、なんかもうめちゃくちゃ多分使い方むずいやつなんですけど、海外の誰かな、B ラットさんかな、 B ラット、そう、僕の名前似てるんですけど、B ラットっていう方が多分よく使ってるようなデッキです。もう本当に世界一、そのなんか削りデッキ、ディガっぽいっすね、まあ言ったらとか、もう本当にディガっぽい、なんかめちゃくちゃ難しいなんか系のデッキを使える方がいて、まずその B ラットって方がよく使ってる、はい、デッキです。ってことで、まあこちら今日使っていきたいなと思います。マジでだってディガポイント、あとはもうゴーストとかでしか削れなくて、防衛もまあめちゃくちゃむずそうなんですけど、まあそれはやってみてですね、はい、ということでやっていきます。でディガープラスのまあコウモリでも攻めれますけどもみたいなとこありますね。マジで防衛がどうやってやるのっていう感じで、さあちょい早めにコウモリ出して、はいはいはい、よいしょ、これウッドもここで裂いちゃいます。でゴース生きて、これ一発入るとおいしい。でここの言うのは、スケルトンとアイゴルかな。やばい、この突進入れたらよくないけど、まあ、ここは、はい、インフェルからのゴース出してあげて、これで多分ディガ飛ばしいかな。よいしょ、はい、ちょっとね、早めに早めに飛ばしてダメージを稼いでいきます。よし、いい感じで、この逆サイもなんか入っていく。でここはこ、え、おー焦るー、よいしょ、これ多分こんだけで十分ですね。はいはいはい。でしかも今ちょっと相手がねトルネードを今ミスって、防衛でねキングに相当したんですけど、まあそこ据えずにと言って、今サンコスラッキー状態がありましたねっていうので、することないんでね、コウモリ出して、まあ、ゴーストもいいかな。あー、まあ、そうだよね。もうスケルトンでターゲット取ってからの、さっきトルネーダーで使ったんでね、この奥に飛ばしてあげます。で、ペッカ出してきたんですけど、これはリカを奥に出したことによってラッキーですね。インフェイク上にしてあげて、あー、でも上からエリキがズシャーンって出てきますね、そしたら。まあそうですね。チョコラポイズンで一回防衛ですね。はい。たまに楽してあげて。よいしょ。あとディガーも防衛に使っていきますね。よいしょ。で、まあ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 、多少はね、多少はダメージ受けてもいいんでね。もう、受けちゃったんですけど。これインフェ左ですかね。逆サイコジョババが怖いんで。これポイズン打ってあげてと思ったら、やばい、同彩コジョババはまあなんとかね、はい、よし。でこれスケルトンとコウモリとか使ってあげて防衛していきます。まあここはなんとかなんとかなんとか耐えれる、なんとか耐えれる、なんとか耐えれる、なんとか回転めちゃくちゃ速いんでね、そこをしっかりうまく使っていくと多分本当にやばいやばい、ギリギリなんですけど、まあなんとかね。危ない、めちゃくちゃ危ないですけど、本当にむずい。このスケルトンとコウモリっていうのが難しいですね。結構なんかアイスピーとかだったりするじゃないですか、普通って。そこがむずいですけども、はい、ここでポイズン打って、まあ、あとはしっかり逆サイとかその際止めてあげれば、ここですね、ここがやばい、こ
ここもう削りに行っていいかな。もうポイズン打ってあげて。よし。オッケー。これは。いやー、むずい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 。本当に、本当に難しい。なんか、ワンミスで持っていかれそう。なんか、本当に最後の方、めちゃくちゃ押されてて、負けそうだったですけど、まあ、なんとかね。本当になんとか。これは、あれですね、本当に難しいやつ。かもしれないですね。まあ、意外と、そのスケルトンとコウモリとか、ゴーストとか、入ってるから逆になんかやりやすいみたいなこともあるかもしれないですけどね。っていうところで剣爪氏登場。ゴブジャイ11、これだってまた手札がやばい、手札がやばい、これザップ取れたらやばい。さあ、はい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 、でこれマジアチャースケルトンかな。よいしょ。で、ゴースト出してあげて。いや、これはこんだけでいいな。いや、これはさらにプラスのディガープラスコウモリで攻めてあげます。よし。あー、オッケーオッケーオッケー。これでコウモリ来てからの、このゴーストも、頑張って。ゴースト、消えろ。はい。まあまあまあね。相手のゴブシャイが11だからラッキーみたいなとこありません。でも相手ゴブシャイロイフグでマジアチャー、はいはい、だから意外とでもこっから押されたりしそうなんで怖いですね。とりあえず後ろからユニット出して、これ端前のマジアチャーが嫌ですね。ここ、こういうところ、まだ来ないか。てか、することないんで。出してあげて。本当にすることなくなりますね、これ。回転がめちゃくちゃ早いし。おや？これはもうマジの偶然。これは偶然。やばいやばいやばい。もう一回後ろから出してあげて。あのザッピーが意外と厄介ですね。これポーズ打ってきます。もう削りですね。削っとかないと削れないんで、もうこっからディガーも飛ばして、グッと飛ばして、でこのやっぱコウモリが強いですね。これ逆サイのマジアチ処理したいんで、ゴースト早めに出してあげて、これもうポイズンで削りですね。よし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 。でからのこの後ろザッピーが消えた瞬間ぐらいにコウモリでスケルトンも出して、こうやってもう溜まってリガーを回して、もうなんか無限にちょん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 出しておけば結構いいみたいなとこありますね。でこれマジアチャに今ポイズンったらちょーっとザッピーむっとも転がして、これ怖いんでインフェ出してさらに釣ってあげて、一応ね、防衛して、あと368なんでね。これは、さあ、どこに出すか。で、ポイズンで。まあ、ポイズンで終わりっすね、これは。よいしょ、OK。まあ、これは、なんかね、相手が遊んでたか、それとも、まあ、レベルもありまして、まあ、ラッキー勝利ですね。っていうので、今、まさかの2連勝。っていうところで、3本目よいしょ。さあ、まあ、ディガー飛ばしてんの、これ何がきついんだろうな、このデッキ。なんか難しい、めちゃくちゃ難しい。はい、でここはインフェがあるから防衛しなくていいですかね。はいはいはい。ああ、でもちょっとダメージいきますね。まあまあまあ。相手がワンチャンホグバレルですけど、ん？迫撃か。これ迫撃っぽいですね、相手。ん？いや、まだわかんないな。やばいやばいやばい。ザップ来ないで。
オッケー、ザップ来なかった。これ一応ディガー飛ばして、こうポーズも打ってあげて、おーい、相手めちゃくちゃ回転早いな。コウモリやりゴブのギャングにファイブを打っとかな。迫撃だね。これゴーストで処理して、よいしょ、はいはいはい。多分相手迫撃ホグで僕がディガっぽいって感じで、それコウモリだっぽいかな。これすることなくなりますね、これマジで。何をしたらいいのかが分かんなくなりますね。これディガ飛ばしてポイズンで、このコウモリが多分残ると相手めちゃくちゃ死んだ。オッケー、この一匹コウモリが本当に無双する感じですね。っていうのでしっかりコウモリを使って防衛&攻めをしていきたいかなと言ったところで、まあとりあえずゴーストを暇だったら流して、やばい、オッケー。相手はもうザップが情けなんで、このインフルのタワーも活躍すると。これディガーコウモリからのウッドでギャングダム処理して、そんな甘くなかったな。これインフル出してアイゴル出してあげることによって、やばいやばい、痛い痛い。でも相手これゴーストを止めるのが多分めちゃくちゃしんどいから、マジでゴーストを飛ばしてあげとけば、やばい、そのゴーストしちゃった。インフェ出してあげて、あげて受けてからの飛ばしてからのギャング来て、まあ、ポイズンで削りの OK。 これを繰り返せばあれですね、相手は小物しかいないんで、やばい、ホグ読みゴーストしたけど空振りましたね。やばいやばいやばい。でもこの相手のコウモリは美味しい。でインフィニットは出す、一応スケルトン出す、いらなかったけどなぜか逆サイも削れる。これ一応もう打っとっていいな。これ美味しいですね。これはやばい、え、やばいやばいやばい、やばい。でもこれはしっかりコウモリで防衛してあげれば相手多分何もできない。オッケーオッケー、危ない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 、待って待って、ワンチャン負ける、ワンチャン負ける。ポイズン、やべえ、読まれた、やばくない、待って待って、コストねコストね、え、やばい、これウッドで終わる、やばい、ウッドで終わらん、え、違う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 、さあ違うって、もうというのじゃないんだよね。シンプルに負けたやんっていうので最後、いやー、枯渇ホグ、これは勝てましたね、マジで。最後インフィが間に合わなかったですけど、ちょいと攻めすぎたかなっていうので、まあ負けちゃいましたね。けどまあまあまあ、意外とこちらのデッキも見た目はすっげえむずそうで、なんかあんま強くなさげなんですけど、意外と強い。うん。本当に、ただそれだけですね。しかもまあ別にそんな難しくないですね。なんかもう本当に出して出して出して、出しまくるような感じなんで、意外と使えるかなっていう、思いましたね。っていうので、こちらの高回転なんでね。インフィディガっぽいデッキ、よければ皆さん使ってみてくださいということで、本日は以上になります。2本目もね、今日投稿あると思うんで、そちらの方もね見てもらえると嬉しいかなと思います。ではでは、終わります。バイバイ。